家にあるものを使ってお手軽ランタンを作ります。牛乳パックの注ぎ口のところと底の部分を切り取ります。つなぎ目のところをカッターでなぞって、爪を使って表面のシートだけ剥がします。より使いやすいように円柱形にします。切り込みを入れてハサミか指で好きな形に穴を開けます。私は上の部分もちぎります。ビニール袋に油性マジックで絵を描いて切り取って貼ったら出来上がりです。クッキングシートとクレヨンでも作ってみます。クレヨンを削ってのせます。半分に折って挟んで、新聞紙でも挟んで、アイロンをかけて溶かします。クレヨンが溶けたらすぐに丸めて入れます。中に入れる明かりはこういうのはないと思うので、スマートフォンで大丈夫です。